はい、こんにちは。福島大学の問題なんですけども、もう基本対称式から対称式の値を求めるっていう、もう、まあ一生懸命いじくってれば出ちゃうだけの話なんですが、まあ1番2番なんかもうすぐにもうあっという間に出て、あ、つまり1番2番ちょっとサムネには入りきんなかったんで、3番だけしか載せてませんけども、まあ1番2番はまあ出すでしょうと。まあ3番出すには。まあ3番がなければこの分数なんか出さないかもしれませんけど。まあ3番があるならこれ出すんでしょうけども、これまあいろいろいじくって出すよりは、これこの基本対称式から4項完全化式作っちゃえばいいんじゃないですかっていう気はしますよね。まあでもとりあえずというもあってもこれなんかもうすぐに A たす B たす C を2乗して、まあこれが出てきて、これ2つが余計出てきちゃうので、マイナス2 AB BC CA と、まあなんで、これは、四死16引く14。なんで、まあ2と。まあこれはまあ簡単と。では、これなんかも、単に普通に通分すれば、ABC 分のですよね。で、BC、ここが AC、ここが AB なんで、まあ要するにこれですよね。AB、BC、CA なんで、10分の7と。まあここまでは簡単と。で、これ出すのに、まあ、いろいろいじって苦労するんだったら、全化式作っちゃえばいいんじゃないですかっていうのは何かというと、A の N 乗足す B の N 乗足す C の N 乗を AN と出ましたときに、まあ、A1 はこれですよね。マイナス4。で、A2 が、今出した2。で、これで A マイナス1ですよね。A マイナス1。これマイナスが、マイナスがダメな理由は全くないですよね。なんで別にマイナスでも構わないから、A マイナス1はこれですよね。10分の7と。で、まあ、マイナス1と1と2。まあ、当然0も欲しいと。0乗は何でもかんでも1なんで、3つ足して3と。で、慣れちゃえばもうこれ、あっという間に3項完全化式が、まあ、なんだ。AN 足す3。足す4、AN 足す2、足す7、AN 足す1、引く10、AN が0っていうのは、もう慣れてる人だったらもうパッと出ちゃうんですけど、なんでこうなるのっていう話をすると、まず、A、B、C を解に持つ、この A、B、C を解に持つ三乗方程式っていうのは、まあ、x-a, x-b, x-c イコール0っていう、この3乗方程式は abc 解に持ちますねと。で、これ展開すれば、x2 乗マイナスカッコ3乗、x3 乗マイナスカッコ a たす b たす c、x の2乗。で、プラス ab プラス bc プラス ca、x と。で、マイナス abc が0なんで、まあ、A たす B たす C はもう与えられてるんで、X3 乗、マイナスマイナス、プラス 4X2 乗、プラス 7X マイナス10が0という、この三乗方程式の3つの解は ABC です。で、そしたら、当然、この式、X に A を代入しても、B を代入しても、C を代入しても成り立つんで、A の3乗プラス 4A の2乗プラス、7a-10 が0で、で、b、c に関してももちろん同じことが言えて、で、これ、左辺と右辺両辺に a の n 乗をかければ、a の n 足す3乗足す 4a の n 足す2乗足す 7a の n 足す1乗引く 10a の n 乗が0と。で、b、c に関しては全く同じことが言えるんで、B の N 足す3乗足す 4B の N 足す2乗足す 7B の N 足す1乗引く 10B の N 乗と。で、C に関しても同じことが言えて、じゃあ、一箇省略。で、これを縦に足せば、が、こうと。4、7、マイナス10っていうふうに、この4項完全化式が出来上がると。で、今、もう、0、マイナス1、
1、0、-1が分かって、あ、2からか。2、1、0、-1 まで分かってると。で、今知りたいのは、a、-2 ですよね。じゃあ、n=-2 を代入にすると、a1+4、a0+7、a-1 が 10a-2 と。じゃあ、そしたら、あとはもう代入したらおしまいと。a1 は -4。a0 が3。なんで12。足す a-1 が10分の7だから、10分の49。が 10a-2 と。じゃあ、あとはこれ10分の2にすると、10分の40と120だから、129。が 10a-2 と。なんで、求めたい a-2 は100分の129というのが答えになりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。